なんか型もある最近いやーもう何にも買って本当にもうちょこちょことしたらさ「浜野、まあ、じゃあこの本買っとこうかとか」っていうぐらいだもんねあああなんかそんなこれ買ったっていうのないなもう馬券ぐらいかな。<laughs> 馬券毎週買って、馬券当たってんの全然ずっと外してるああ何ヶ月も。 俺もう2連勝ですよ今週先週今週とマジであ単勝でしょ単勝あ俺ね1着は当ててんのよこの1か月ぐらいずっとだそう言うんですみんな違う違う本当だよ違う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  いやまあまあまああ確かにねそうじゃないと2着は当たってるんですって言うんだよみんな <laughs> 3連単だろう全部当てなきゃ意味ないのそうなのだ,だからでもねちょっと信じて1着は当てれんのよ俺いやまだか分かって信じてますよあとねそんなやつばっかりだから <laughs> いやあとね馬単なら取ってたっていうのもあるのそんなやつばっかりだの <laughs> 大抵外したやつはそういうやつなのだから俺はもう最近馬券以外買ってないわ でも本当に田中が言ってたけど競馬無観客じゃないですか去年すごかったじゃない三歳馬男女出てアーモンドアイが最後勝ってってもう歴史に残る一年だけど去年本当に本命路線来たんですよずっとだったもう一番人気ばっかりでしょあれ無観客だったからじゃないかっていうでもあるかもしれない やっぱあれでね馬がすっげえ興奮しちゃってっていうのいるからねお客さんがわーっと入ってだからそうだってみんなだからいいところが来てそうなんだよね、うん、だか確かに監修でだいぶ馬が冷静に走れたっていうのはあるだろうねうあ、スーパーボールは見てな、ね、い。見たこの間見たよすごかったよね、うん、やっぱりトム・ブレイニーなんだよ最終的には 本当 <laughs> にいやもういや記憶よ。毎年だ。このにわかのクセしあい。いや確かにピーチャンより詳しくないけど、うん、でもやっぱりトムブレイディだね最終的に。やっぱりっていうか、うん、あれは奇跡ですよ。まあね、ペトレオツから移って一年目ですよ。すよね、あんなの誰も予想しなかったですよ。うん スーパーボーパボル出ててくるなんてそういやだって最初の数試合ダメだったもんねやっぱり、ね、ダメだっかりやつね。うん、でどんどんやるたんびに強くなってって<ー>もうプレーオフでどんどんあれしてあ<ー>で相手があのチーフスの,あのマホームズってねはい、はい、あれはもう若手4年目ぐらいですよ。うん、あれはもう言ってみれば今回のスーパーボールって、うん、歴史に残る試合なんですよ。 かりますそうねまあ,あのいわゆる本拠地でやってとかそういうのも含めて、ね、いやそんなことじゃないんですよ<え> <laughs> そうじゃなくていわゆる新旧のクォーターバック、うん、トン・ブライディはもうレジェンドです、うん、生きるレジェンド、うん、で片やマホームズっていうのは、うん、それこそ去年34年目で出てきて、うん、化け物なんですよ。でおそらくこの人はブレイディ に後に、あのグレーディの記録を追い越すとしたら、この人なんですよ。だから、その新旧がおそらく、あの今年のスーパーボールでしか、多分。直接対決は、今後はないと思う。っていう意味で、において、nfl の歴史で。あの試合は、一生語り継がれます。まあ、俺の一生です。そう、あんた次第じゃない。 に語りつけばいいんだから <laughs> でも本当に残る試合まあまあしかも俺は感動したのは要するにアメリカフットボールの魅力ってそこなんだけどオフェンスとディフェンスで入れ替わるじゃないですか要はブレイディーはもう超ベテランでもうスーパーボールに出た経験も11回ぐらいあるわけでブレイディーだってね歴史の中ではもうダメだって言われたことも何度もあるんですよそれでも復活してきてんですよ でその中でマホームズはもう少年の頃からブレーディのプレーを見てるわけですよ。うんうん、だけど NFL っていうのは面白くてオフェンスチームとディフェンスチームが直接フィールド上にいる瞬間はないわけじゃない。だけど意識の上ではブレーディはマホームズを意識しててマホームズはブレーディを意識してるわざ、ね、と。ブレレーディのプレーしてる時に マホームズはフィールドの外にいるわけですよ。ブレイディーはこっちの相手をディフェンスを見ながらも意識はブレイディーにこのプレー見とけよっつってやってるわけです。ねうん、その姿を俺は想像しながら見てるわけですよ。うん、本当に鳥肌立ちましたね。もう体中が鳥なんつうの。どうもこんにちはケンタッキーですみたいな感じの、うん。 気分でしたね。<laughs> お、あの本当台無しだよ。最後に。なんかもう冷やし中華温めちゃったみたいな、ね、<laughs> もん。台無し。